今回霊感ゼロの私が向かったのは東京都豊島区池袋某所にある事故物件ビジネスホテルである。ではどのような事故が起きたのか。詳細は推定20代の男性が平成23年7月に今回のホテルにて遺体が発見された。死因は窒息死であった。そしてこの男性の本籍、住所、氏名など身元が一切分かっていない。それでは事故物件探訪、行ってらっしゃい。はい、入ってきました。ということでちょっとね、部屋の中をねぐるっと見ていきましょう。と玄関入ったらまずですね、こんな感じにね L 字に曲がってるんですよね。でめちゃくちゃコンパクトな感じです。はい。でですね、まずですね、ここですね、入り口入ってすぐのとこがトイレですね。トイレはこんな感じです。トイレとバスルームめちゃくちゃコンパクトですね。はい。あ、でも綺麗ですね。すごく綺麗になってます。この辺新しくしたんですかね。はい、こんな感じです。なんか設備はね結構ね古めですね。結構年季入ってるっていう感じです。でも綺麗っていう感じ。ここにこんな感じにいろいろね、ライト類とかラジオ、これラジオ入るのかな。若隆景とラジオ入りますねこれ。すいません、音がびっくりした。で、ここにね小さめのデスクがあって、ここは、あ、ここか、ここですね。でここにカメラじゃない、鏡があります。鏡は、うん、取り外しはむずいかな、ちょっと。でここにね、ハンガーとかあって、エアコンがあって、はい、ここテレビ類ですね。ここ飲み物とかあって、ここが冷蔵庫。はい。この中は何もないですね。よし、よし。はい。で、外、あ、一応開くのかな。一応開きますね。がっつり向かいの、がっつり向かいが見えちゃいますね、これ。で、このね、ベッドの下。ちょっとね見てみましょう。こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、ではねまず最初に、幽霊がいるか確認する、方法をね3つ確認していきたいと思います。まず1つ目はですね、匂いですね。幽霊がいる場合にはそのね、ちょっとねカビの匂いが強かったりとか、あとは煙とかね、異常な匂いがするということなんですけど、まあ、入ってきた感じ、全然無臭ですね。本当に無臭です。はい。で、2つ目はラップ音なんですけど、パチパチとかね、ガタンとか、触ってないのに音がするっていう感じなんですけど、まあ、その辺もね、まあね、そこまでないですね。まだ入ってきたばっかりなんですけど、はい、この辺はね、その明日までいるので、まあおいおいというか、朝までね、確認していきたいと思います。はい。で、3つ目はですね、手を叩いて反射すれば、幽霊は、いない。で反射しなかったりとか、ちょっと
変な感じになったら幽霊がいる可能性があるっていうことなんですけど、それをねやっていきたいと思います。それではね、いきます。せーの、せーの。めっちゃ響いてます。めっちゃ響いてます。これは言いますけど。はい。ということで、とりあえずね、3つは確認しました。次はですね、写真を撮って、いろいろね、見ていきたいと思います。それではね、撮ってきます。はい、撮りました。ちょっとね、確認してみましょう。次はですね、動画を撮って幽霊を確認する方法をね、やっていきたいと思います。それではね、確認してみましょう。それでは行きます。はい、うちが行きます。はい、ざっとね、確認しましたということですね。まあ、ここからね、明日の朝まで一晩ね、ここを過ごすんですけど、まあ、自分はね、その霊感が全くないので多分わからないかなと思うんですけど、あの皆さんね、結構ね、あのそのまんまの動画を、お送りするので、皆さんね、何か気づいた点あったら、ぜひね、コメント欄とかでね、教えてください。あとはね、こう、ね、嫌な感じとかね、ちょっと気にして見てみる、気にしてね、見てもらえると、幸いです。はい。ということでね、明日の朝まで過ごしていきます。今大体ね、18時頃なんですけど、飯をね、食っちゃいたいと思います。今の時間がですね、だいたい夜の12時半ですね。はい、ということで、そろそろ眠くなってきたので寝たいと思います。おやすみなさい。
おざます。朝を迎えました。はい。で、霊的なね、そういう現象っていうのは、夜は特になかったんですけど、ちょっとね、部屋的な感じかな。自分的にはちょっとね、この部屋っていうのはあんまりね、寝つきが良くなかったなと感じました。はい。で、それなんでかなと思ってちょっと考えたんですけど、まあよく言えば、その遮音性がある、すごく静かっていうところですね。で、ちょっとね、悪く言うと閉塞感がある、ちょっと孤独感があるっていうところですね。これなぜかっていうとですね、まあ、普通のね、ビジネスホテル、まあ普通ですけど、ここも普通なんですけど、まあ、一般的なビジネスホテルって結構その、なんだろうな、隣の部屋の音とか、まあ上の部屋の音とか、まあその、なんだろう、人間の気配というか、いい意味での人間がいる気配というか、人がいるっていう感じ、その生活音っていうのが聞こえてくるんですけど、ここっていうのはですね、まあこの部屋っていうのもあるんですけど、そのまあ端っこにあるんですね、この部屋。うん、ビルのその裏側に面してるっていうところなんで、その周りの人の生活音というか、人の気配っていうものがね、全くなくて、このフロア自分しかいないんじゃないかみたいな、このホテルね、自分しか泊まってないんじゃないかみたいなっていうね、錯覚にね、ちょっとね、陥る時がありました。はい。で、外もね、一応このビル自体、このホテル自体っていうのは、一応ね、道路に面してるんですけど、その、まあ、道路と反対側のね、ところにこの部屋があるので、その、車のね、音とか、その外の環境音とかも、ほぼほぼないんですよ。なので、その、人がいる気配がしないし、外の環境音もない。さっきも言ったんですけど、よく言えばすごく静か。な場所なんですけど、まあ、自分的にはちょっとね、閉塞感というか、孤独感っていうのがちょっとね、強かったかなと思います。はい。まあ、これはね、個人的な意見なんですけど、自分のね、はい。霊的な感じっていうか、そういうのじゃなくて、まあ、自分のね、感想っていう感じでした。はい。そんな感じでしたね。ということでね、外にね、出てきましょう。It's woke up, baby.